褒美するのはただ一人よ。重複しないって書いてたね。あ、音切れてる。マックスボールか、全然使ってないんだ。そういえばな、もうちょっと有効活用しないとね。全然かけなかった。あれ、普通にこっちでよかったのか。後ろか、先頭は重傷だ。ロンド旋風自由空裂さん、先頭乱重傷だ。何をするつもりだ。自由空裂、先頭乱重、自由空裂さん、ダークフォース、先頭乱重傷。いただき、先に手を出したのはそっちだからな。こっちでいいのか。うわ、メモリーブース、何だろうって今。
まずい。どうぞ。めっちゃライフボトル使わされてるんだけど。少し力を抑えるか。危ねえ。あいつら危険だな。いないかな。このタイプでいいか。タイプではいいんだけど、宝術封印のローブは面白いね。これでいこう。じゃあジェイダルしてと。ゲイエクスカリバー、あいつ強そう。
あれ？ほい。あ、反対からも狙えるのか。だな。あらね。OK。なんぞ。直接は出ねえもんな。あと2箇所もあんの。なるべく端っこに来てもらったタイミングで。ちょっと待って、来ねえじゃん。惜しい。出方としてこっち側からしかないと思うんだけどな。もう一枚こっち来ねえかな。ええか。ってこと今。よし、当たった。言えなかったけど。雰囲気が一気にガラッと変わった。これ結構長引くな。雑魚じゃなさそうだな。ボルトアロー。何をするつもりなの？ボルトアロー！ボルトアロー！ロンドシール！レンガ冷却！遅い！レンガ冷却！シール空裂！何か狙ってるのか？ライデン！ダークフォー！ロンド旋風！何か狙ってるのか？アタックシンボル。音が硬くなった。クリティカル率、雑魚じゃなさそうだな。よ。ブーイングだ。
私はこんなところで負けられない。うわ、強そうだよ。頑張ってよ。何をするつもりなんだ。チアリング、はい、やっていける。レンガシーンを叩くね。ライデン、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 ダークシーンを叩く。ライデン、ってなるとビルを入れた方が出込まます。ミラクルか。えい、ブレスキーの魔物がされたら終わりだ。炎症が頑張ってくれ。ライデン、リザレクション、ロンドセス、ジェンガ、ヒーキャグ、キュア、驚いてくれ。炎症ち、ロンドセス、レンガ、ヒーキャグ。ああ、どこだ。ライデン、ダーク狙ってるの。フリーズランサー、ライデン、ロンドセス、レンガ、ヒーキャグ、ブーイングダンス、ライデン、レンガ、ヒーキャグ、あ、ライデン、いただき、さすがジェイだな。新しいプレイモーゼスさんでも急に一気に置き場で行った。なんで。あー、そういうこと。爆眼絶落撃来た。あ、違う。あ、わざとこっちか。これで、これで、暗装ライデンね。よし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 。あ、これちょっと頑張って、これ、紹介数増やそう。無駄に連発して。もしかしたら、ボスに有効な奥義を覚えられるかもしれない。獅子閃光ないから無理か。あ、どっちにしてもだ。気を引き締めろよ。栄翔を止められたか。爆撃者を止められたか。爆撃者を、爆撃者を、暗装ライデン、暗装ライデン、爆撃者を、爆撃者を、栄翔を止められたか。今近づかれては、今近づかれては、ボルトアロー、栄翔を止められたか。暗装ライデン、試してみるか。暗装ライデン、ダークフォース、落ちた。暗装ライデン、アイシクルボルト、頑張ってよ。スコ
少しは温存しないとな。無駄です。リザレクション。暗装ライデン。さて行きましょうか。これ何回使えたかな。どう27回。よしよし。じゃあアイテム使って TP 回復。使いすぎた。回復して続きだ。単純になんか隠されてんな。同意チェック1。投げれるかな。ダークファー。わかっていません。やばい。近づかれた。今近づかれた。何。少しは。あ、即死。フレイムカット。暗装ライデン。頑張ってよ。暗装ライデン。レイズネット。余力を残した方がいいですね。終わりだ。投げれた。キュア。けどこれ。あれ。リザレクション。何か狙ってるのか。あれ、投げた。余力を残した方がいいですね。何をするつもりなんだ。頑張って。こんなことない。映像中は守ってよ。何か狙ってるのか。映像を止められたか。バレた。何か狙ってるのか。少しは温存しないとな。エンドシーズこいつ少しは温存しないとな。余力を残して。キュア。何か狙ってるのか。そろそろね、レジェンディアもう一回ダークフォー。ダメージ出してるからどんな世界観になるんだろうね。壊れる魂。ねえねえ、私の実力見てくれた。さて今ので何回使えたかな。49。あと1回。 OK。 早いね。出したしね。大丈夫。長いね。結局スーパーとわけですよ。慎重に行きましょう。どんどん線レンガ引いてく。ダークフォー。ラウンド戦フリーズランソン。ダークフォー。ラウンド戦レンが引いてくる。余力を残した方がいいですね。スプレッドでブーイング。ラウンド戦レンが引いてくる。頑張ってよ。出せねえ。チアリング。いいとこ持ってかった。少しは僕の動きについてきて。そしたら学眼絶落撃画量祭。あとどうしようかな。即死は多分無理だから、そうだな、粉流連撃グテガツね。グランゲート。ちょいちょいゲート出るっぽいからさ、あってもいいかなーってね。もねえわ。雑魚じゃなさそうだな。チアリング。よし、これでいける。余力を残した方がいいですね。スプレッド。爆撃者を
終わりだ。遅い。ボルトアロー。余力を残した方がいいです。スプレッド。ラウンドセット爆撃者を。ダークファン。これでしのげ。遅い。ファーストイン。こっちこっち来ないでよ。ブーイング。ラウンドセットレンガ冷却。暗礁を投げ払う。俺たちの勝ちだな。だけどエクシルいいね。でまたいつの間にか切れていたのでホーリーボトルを使いますと。しようとしているように見えるが、鉱石欲の仕組みを解説しているんじゃないですか。そうなの？でもさ、それだとおかしくない？何がじゃ。鉱石欲って大沈下を起こす装置でしょ。でもここに浮かび上がってる絵ってさ、どっちかっていうと陸地を作ろうとしてるみたいに見えるわね。まあいいや、考えるのはあとあと。さっさと先へ進みますか。あながちいい考察かもしれん。鉱石を使うと大地を作ることも沈めることも自由なのか。だとしたらそもそも後発人はなぜそんなに大地にこだわるんだろう。絵がある一つの答えにたどり着こうとしているのかもしれない。セーブじゃねえか。ねえみんな、向こうで何か光ってるよ。あの光の色、シャーリーのテルクエスと同じだ。間違いない、あそこにいる。よし、見えたぞ。でも、ずいぶん回り道しないとたどり着けそうにないよ。まだまだ先は長そうです。油断はできませんよ。よし、お、セーブと回復がある。じゃあ、ちょっと長くなっちゃいましたけど、ここで一区切りにしましょう。なんだかんだ1時間ぐらい探索しちゃったのでね、多分2パートに分けていると思いますけれども、まあとりあえず今回はここまでにさせていただきまして、またこの先は次回進みたいと思います。多分ここで中間地点くらいなのかな。あと一時ですね。参りましょう。では、テイルズ・オブ・レジェンディア実況プレイのパート61になると思います。最後までご視聴いただき、あとで皆さん次の動画で待ちしております。それでは皆さん、まだ見ていけるなー。